じゃあこんにちは、清徳さん、はい、戦力外選手がここに来てまたバタバタっとを発表されて、いますけれども、まあ、最近難しいな、戦力外になるけども育成打診とか、そうなんですよ、まあ、いろいろあるよな、はい、あの一応なんかまあ、ね、システム上のことで一回、ね、戦力外にしてまたこう育成で契約っていうのもあるので、まあまあそうだね、あるらしいからな、そうなんですよ、だからまあ本当に多く見えるけど、うん、まあ多いかやっぱ多い、なんか今年多い気がしますね、まあまあでも育成をたくさん取ってるから、うん、育成もねプロのやっぱ選手だから、はい、まあ、戦力外になると多くなるわな、はい、そうですよね、あの一番直近で巨人が育成ちょっと6人ぐらい、うんうん、7人かな、まあ、これ再契約になるのか分かんないですけど、うんうん、切ったってなるとやっぱり育成選手から先に切られていっちゃうのかなとか、まあ、そうだな、うん、思ったりもしますけど、まあ、中にはこの選手戦力外なのっていう選手も結構びっくりする、まあでもまあそりゃそうだ、はい、でもねやっぱこう枠があるから、はい、多くドラフト育成選手を取ったチームは、うんはい、その分だけクビになるっていうことだよな、そうなんですよね、うん、なのでやっぱドラフト会議が終わってからまた続々と戦力外の選手の発表されていますが、まあ、中でも今日はこの戦力外になった選手、はい、他のチーム取るんじゃないか、まだ現役続行できるんじゃないかという選手を豊さんに何名かピックアップしていただきました、はい、まずは巨人の直江投手で戦力外になったんですよね、はい、24歳、はい、24歳です、なあまだまだいけると思うけどな、そうですよね、何もなければね、うん、まあ、例えば故障が隠されてるとか、はい、まあ、そういうんだったら厳しいけども、うん、だからそういう話は聞かないし、はい、まあ、環境を変えると、はい、まあ、できるかなと、そうですよね、去年 の、 あの原監督の時には1軍でも中継ぎとして投げていたりとか見ましたし、まあ、だね、だからまあ DeNA で今あの1軍ベンチにいる堀岡、あ、はい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 、ああいうふうに一つのピースとしてね、はい、活躍できる可能性だってある投手だよ、そうですよね、はまればね、うん、他のチームでもやっぱり中継ぎとして欲しいなっていうところはもちろん出てきそう、はい、まあそうだね、うん、ピッチャーってねやっぱねアクシデントも起きるしさ、はい、故障とかね、うん、そういう多いポジションだけに、うん、まあ何人いてもいいんだよね、そうですよね、うん、ただやっぱピースにはまらなかったってこともまあやっぱそうだよね、うん、ということはその他にも豊富に投手がいるよとか育てたい投手がいるよっていう、まあもちろんそうだよな、例えば直江投手他のチームだと中継ぎで欲しいんじゃないかな、取りに行きそうだなっていうチームありますか、どのぐらいの球速が出るかだよな今、うん、だあんまり投げてないからね今年なんか、そうですね、だからなかなかやっぱ難しいけども、うん、やっぱ中継ぎって結構いた方がいいよ、うん、だからヤクルトなんかもいいしな、そうですね、同じリーグだとヤクルトとか、うん、まあいいと思うよ、うん、でもう一人投手なんですけれども高橋優希投手27歳、あ、高橋優希ね、はい、はい、もう戦力外になりました、まあそうだな、うん、まあ井上とか育ってきたからね、はい、横川だとか、うん、まあ、左が育ってきたから、まあ、いらなくなったんだと思うけども、まあ、中継ぎとか、はい、そういうので十分こうワンポイントとか、はい、コントロールがそんなに悪いピッチャーじゃないし、うん、まあ、そこそこゾーンでは勝負できるピッチャーだから、はい、面白いと思うよ、取ったら、うん、取ったらいくつになる、今27歳です、あ、まだまだ、ね、できるね、そうですよね、うん、なので左で中継ぎで1イニングだけとかな、できるできる、ワンポイントとか、うん、できるできる、そうですよね、パリーグ向きだな、パリーグ、今度はヤクルトではなくパリーグなんですね、やっぱね抜く系があるピッチャーって、はい、やっぱパリーグって通用する、育成から前田っていう選手が一軍で初登板初勝利挙げたけど、はい、ソフトバンクのやっぱ抜き系のボールがやっぱこう特徴で、はい、勝ったよな、うん、だからまあ何も知らないパリーグに行った方がいいかもな、となるとパリーグだと左でそういう、左ってそんな豊富に抱えてるところっていうのは日本ハムぐらいしかいないから、うんうん、うん、だからそういう意味では日本ハム以外は多分必要だと思う、例えば分からない、ロッテだとか、あのソフトバンクでもいいし、ソフトバンク、うん、そうなんですね、ただ若い子に左が多いからな、あそこ、あ、そっか、前田前田ってそうですね、2人とも同じようなタイプがいるし、うん、まあだけどやっぱ数多くいると思うから、はい、まあ星1つかもわからない、そうですよね、さあ続いて DeNA からは、はい、これもファンの間ではびっくりされました石川達也投手、ね、今年防御率1点台なんですよね、うん、確かで、あの育成の
方の契約を打診されたそうなんですけれども、まあ、自由契約の道を選択して他球団での現役続行を希望ということで、まずあの戦力外になって育成で再契約って言われたこと自体がちょっとファンも驚いている感じでしたね。まあそうだな、やっぱ本人のプライドもあるだろうしな。そうですよね、で大学まで行ってるしな、はい、まあでも石川ぐらいだったら取ってくれるところはたくさんあると思う。まだ若いし。そうですよね、まあ、26歳です。26歳か、はい、あるよな。多分調査している球団ももしかしたら、いや多分あると思う。そうですよね、はい、なのでやっぱり今年の、ね、数字見ても防御率1点台っていうところが残ってるので他球団も取りやすいのかなっていうふうに、まあ、1.93 開幕1軍、まあね、で何かがあったのかわからないですけれども、まあ、まあでも選手も伸びてきてるよね、 DeNA はね、うん、あ、まあそういうこともあるのか。おそらく他球団はセパともに多分声かかるんじゃないかなっていうような気はするけどな、うん、どこでしょうね。まあ、セ・リーグで言えば、うん、まあ、広島とかも面白いけどな。 そこ、まあ、あれだけね、今中継ぎ陣っていうのはいる中で、うん、またさらにちょっと強化したい。まあそうだね、まあ、巨人もそうだな。あ、巨人もか、うん、さらに中継ぎ陣強化、うん、まあ、ヤクルトもそう。ヤクルトピッチャーそうですね、うん、まあ、いらないのは阪神、うん、まあ、中日あたりかな。まあ、中日も欲しいかもからない。そうですね、嫌いだからな、うんうん、だからまあそういうところが結構有力かな、はい。そうですよね、うん、でさらに湯田さん、楠本選手。いや、楠本は使えるぞ、はい、バッティングは、ね、対談、あの対談というか戦力外になってね、はいはい、29歳なんですけれども。29歳か、まあ、いい年になったね、はい、まあ、そうですよ。なので来年30にはなる年ですよ、まあまあ、できるできる、できますか。ただまあ主に使うとしたら代打が可能性が強いかなと思うけどね。ああ、代打か、そうかそうか、そう、うん、スタメンというよりかは、うん、まあ、代打の実績もあるからね、うん、だから、はい、そういう意味ではまあ面白いかもわからない、取っとくと。セリーグ向き、まあバッティングのセンスはあるからね、ゴンゴは、うん、だからそのパリーグ、セリーグっていうか問わず、はい、でもまあ知ってる方がいいって言えば、うん、じゃあセリーグだなって思うよね、うんうんうん、そうですよね、うん、プラスアルファ今ちょっと記事に出てるのが、阪神がこの楠本選手を獲得調査っていう記事が出ていたんですけれども、はい、うん、これは外野手で楠本選手、阪神が、まあ、守れって言ったら守れないことはないけども、はい、まあ、やっぱこう代打っていうのに一人欲しいんじゃない、うん、今阪神意外とレギュラーはね結構固定してて、はい、変えようがないんだよね今のところ、はい、だからそこら辺でやっぱ代打っていうのが必要になってくる、重要に、うん、で今糸原と原口とっていうのがいるけども、そこは内野手、まあ、内野手っていうか左と右だね、うん、だから代打とすれば楠本なんかが一人いてくれると、はい、まあいいなと思うね。代打としてっていうことなんですね。そうそうそう、例えば外野だと島田選手だったりとか、うん、あと小野寺選手とかいますけれども、そこにまた厚みを持たせてプラスアルファ代打外野手もう一人っていう、まあ、そうだね、うん、まあ、だから全然守れないということはないから、はい、だからスタートで使っても面白いと思うし、うん、でもそんなに多くはチャンスはもらえないと思うけど、うん、やっぱこう代打で楠本がいるって言ったら、まあ、実績から考えると、はい、嫌なバッターがちょっとベンチ控えてるぞっていうことにはなる。うん、うん、そういう意味でちょっとね、阪神が獲得調査ということは、まあ、面白いかも、ね、面白いですよね、はいはい、さあ続いてヤクルトですけれども、はい、湯田さんは西田捕手、はい、32歳の西田捕手が、あのね、はい、やっぱヤクルトってさ捕手が優秀でしょ、はい、まあ、中村がいて内山がいて、うん、まあ、松本がいる、甲賀がいる、はい、その次に西田なんだよね、うん、で怪我人が多かったから西田が一軍に今年も上がってた時期があったけども、うん、はい、西田のバッティングが使える右で、はい、右が欲しいとこはいいと思う、うん、その捕手というよりもやっぱり代打でっていうというのと、はい、なんていうの、第3の捕手としてもそんなに悪くはない。はい、だから2番手を置いておいて代打を出したいんだったら3番手でいる西田を代打っていうふうに考えておけば、はい、バッティングは使えると。お、例えば第3の捕手必要でバッティング代打っていうところだと中日とかっていうのも行ったりもしそうなんですか、捕手、まあ、そう微妙、中日な、うん、まあでも広島とかもいいし、うん、まあ、パリーグだったらパリーグでもいいし、例えばカープだと、まあ、相澤選手、坂倉選手いて、あと石原選手いてっていうなると、まあまあなかなか難しいけどね、そうなってくるとね、
ただやっぱ右バッターで確率はいいよね、うん、あそうかすごくね、バッティングと、うん、パリーグでももしかして必要としてくる球団も出てくるかもしれないかもしれない、ね、うん、まあ、キャッチャーをやってくれるっていう、うん、思えばね、はい、ベンチに入る可能性もあるだろうし、うん、マスクかぶってない時は代打で出ていくことだって十分可能な選手だから、うん、バッティングを生かしてほしいなって、キャッチャーというよりもね、バッティングの方で代打としてのバッティングを生かしてほしいと、ね、はい、中日が三好選手が戦力になりました。三好は開幕スタメンだぞ。そうなんですよ、ね、もうキャンプの時から一人頑張って三好、そう、もう何があっても三好みたいな序盤で単独首位になった時も中日がやっぱり三好選手出てましたからね。まあ、そうそうそう、はい、まあ、ただファームに落ちてから中津飛ばずだったね。そうですよね、だから気持ちが切れちゃったのかどうかわからないし、うん、ファームで頑張っとけばね、はい、まあ、こういうことはなかったと思うんだけども、うん、ファームでちょっと思うようにできなかったっていうことが、うん、その戦力台になってしまったけど、うん、まだちょっとやってほしいな。そうですよね、うん、どうしてもセンターっていうと中日岡林選手が、まあ、そうなんだ、いるんですよね、かぶってしまうというか、うん、そうだね、岡林が打てない時でも、うん、まあ、立浪監督は岡林と使い、三好にチャンスがあんまり回ってこなかったということで、うん、プラスアルファ、まあね、ライトはもう細川選手がいて、そのレフトも例えばブライト健太選手とか、うん、いろんな若手も育てなきゃいけない。カリステカリステもそうですね、カリステいたそうだそうだ、そうそう、カリステももういるので、そうそうそう、で、まあ、たまに大島とか、ね、そう、大島選手ももちろんいるので、うん、そうなるとやっぱただね、あれだけ春先頑張れた子だから、はい、あとは継続の力があると、うん、いい選手になるから、うん、まあ、チャンスもらえるといいな。そうですよね、うん、ちょっと私ポジションがセンターっていう意識しかないんですけど、いやいや、もう外野だったらどこでも行けるんですかね。だとすると、ね、27歳ですし、まだまだ代打じゃなくてスタメンで外野手でっていうところは、そうそうそう、それはもうリーグ問わず、セパ問わず、まあ、そうだね、うん、だからまあ常時出るというよりもなんかこうスパイスの効いてる選手になってほしいな。あ、例えば途中から出ても、そう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 、まあ、これ27歳で他行って外野手でレギュラーになれるかっていうと、うん、まあ相当難しいよそれは、うん、だけど何かのパーツにはなってくる、うん、だからそこを目指してほしいなと思って。そうですね、まだまだ上げる選手だと本当に思うので、うん、はい、さあ日本ハムが、はい、あの掛木投手を選択したいということで、ちょっとこれもファンの間でびっくりって立ってましたね。今何年目？今24歳です。2018年のドラフト5位、大阪桐蔭ですよね、あの時代の優勝した時の、はい、まあ、5位で、そうか、まあ一軍は1回だけだろう、新庄監督が上げた時のですかね、まあ、戦力、まあ、それは苦しいわな。だからあのなんか横川海投手とかもなんかコメントちょっと、ね、出してましたけれども、まあ、現役本人はもちろん続行希望ということで、まあ、そうそうだな。柿木投手はどうなんでしょう、湯高さん。どうとか。どこか他。いやー、あまり見れてないからな、柿木はな、うん、だからなんともこう無責任のことは言えないけどもね、うん、まあ、若さを買ってくれるといいけど、うん、やっぱ何か特徴的に光るものがないとさ、うわ、このボールすごいなって、うん、いう球が1球あるだけで違うんだけどもね、うんうん、だからそういう磨きができなかったんだろうなっていうふうには思うけどね、うん、例えばこれトライアウトの時期までに違うチームから接触がないとトライアウトにちょっと出て見てもらうっていうことになるんですか、うん、やっぱそうだな、うん、でもトライアウトってさ、はい、去年一人もいなかったじゃないか、入ったのが、もう一回トライアウト受けてね、はい、どこかにが行くとか、うん、いや俺あの動画上げて、はい、いやいいよいいよって、そうですね、やっぱ動画上げた選手って気になるから、うん、ちょっと記事でも追ってるんだけど、なんか一人もいなかったような気がするんだよね、うん、トライアウトってちょっと難しいんですかね。ミックス井口日本ハム一人だけ、はい、あ、日本ハムにいた井口君です。日本ハムに行った井口選手一人だけだったそうです、はい、でもやっぱり少ないですね。まあそうだね、うん、いやだからまあそれで取ってくれるといいけども、うん、取れないんだったらもうテストをね受けるとか、そうですね、もうお願いしますみたいな。あとはあれですよ、独立に行ってまた声がかかるのを待つっていう。独立のいいピッチャーもいたけどね、うん、でもそれすらかからないんだから厳しい。いやだから鍵とか、うん、まあ高校の時からこうね入ってやってるけども、うん、
一軍に一回も出ないんだったらやっぱそういうピッチャーよりも力が落ちるのかなと思うとね、なかなかやっぱ厳しいよな、取りづらいですか、ね、取りづらいね。あとあの北浦投手は戦力外ということで、はい、ただ育成契約を打診の模様なのでやめないかも、ね、そうですね、もう一回育成として日本ハムと契約するんじゃないかと言われてます。24歳です。まだまだ若い人にまだまだできるよね。いやそうですよね、なんで、まあ、これはちょっと見てみなきゃ分かんないね。そうです ね、もしかすると育成契約で打診という記事が、まあ、出るかもしれない、はい、ということです。あと西武から、鈴木翔平外野手が戦力外となりました、はい、26歳。いやちょっとびっくりしたんだけども、うん、クビになるんだと思って、はい、まあ開幕1軍でね1番打ったりだとか、はい、結構1番を、うん、まあ、秋山が抜けた後ね、うん、まあ、1番をこう求めてた時に、はい、まあ、鈴木翔平が打つ機会っていうのがすごく多かったけどもね、はい、だからここのとこやっぱ上がってこないし、うん、その分西川が成長したりだとか、まあ、いろいろ若手が成長したよね、はい、だそこに乗っかりきれなかったなっていうような感じがするけどね。なので西武は本当にねこうちょっと今年は多分こうシャッフルというか、いろいろ入れ替えることが入れ替わることが多いのかなっていう年になると言われていただけに、ただ他の球団からはどうなんでしょうか。どうなんやろな、ちょっと特徴がないんだよ、うん、足が特に速いとか、はい、肩が抜群に強いとか、うん、遠くへ絶対飛ばすとか、なんかこう平均的な選手なんだよね、うん、まあ、それだけに特徴がないというところでちょっと厳しいかもわからんな。ああ、まあ厳しい。そう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 。まあ、他にももちろんあの球団から戦力外になった選手たちいるんですけど、はい、まあ、中でも豊さんがちょっと気になったというか、そうだな、はい、選手を取り上げました。だから鈴木翔平なんかさっきちょっと厳しいなって言うけども、はい、でも教え方によったらバッティングがこうコロッと変わる可能性があるから、うん、はい、だからコロッと変わったらやっぱ頭のいい子だからね、この子は、はい、なんかこう自分のものをこう見出してくるかもわからないけど、うん、諦めないでほしいな、ね、今年いっぱいはね、今年いっぱいは諦めずに、でもこれで来なかったらもう来年からスパッと諦めて、うん、っていう方が多分次の社会で活躍できると思う、はい、そうですよね、はい、あとはね、あの新しい人生にもちろん進むのか、他の球団からかかればそこに行くし、あとはそのまた独立リーグだったりとか、そこからまたプロ野球の方に来る選手もいるので、そうだな、そういうなんか数少ないけどな、まあそうなんです、数少ないんですけれども、なんとかね本人が望む方向に行けばいいなと願っています。はい。